皆さんこんにちは、声優の磯地こと磯村智美です。今日はアトラスから2024年10月11日に発売される完全新作ファンタジー RPG メタファーリファンタジオを、あのゲームクリエイターの横尾太郎さんがここアトラスで体験プレイをされているそうです。その模様をレポートせよとアトラスの宣伝部さんから直々に指令をいただきました。これから現場に突撃したいと思いますが、ちょっとその前にこちらの映像をご覧ください。はい、皆さんはじめまして、横尾太郎と申します。アトラスファンの皆さんはあまりご存知ないかと思うんですけど、僕の自己紹介をまずさせていただきたいなと思います。スクエアエニックスさんから出てるニーヤとかドラゴンなんとかっていう RPG タイトルを作らせていただいていて、今回アトラスさんの方からですね、新規ファンタジー RPG プロジェクトについてのコメントが欲しいというふうに宣伝部さんから言われたんですね。で、皆さんこの映像を見てるだけじゃあまりわからないと思うんですけれども、この会議室は実はスクエアエニックスさんの会議室で、ご存知の通りスクエアエニックスさんといえば大作のファンタジー RPG の総本山と言われている場所で、その総本山にわざわざ別の新規 IP を立ち上げるって言ってインタビューしに来るアトラスさんが、アトラスさん宣伝部さんすごい勇気あるな、度胸あるなっていうふうに僕は思ってます。で、皆さんにちょっと一点しておいていただきたいことがありまして、どういうことかと言いますと、それは日本のゲーム分布図、こちらの方をちょっと知っていただきたいなと思っておりまして、それが何かと言いますと、こちら、縦軸にファンタジーと現代で、横軸にポップとリアルっていう風な、こういうマトリックスになってるんですね。で、日本のゲーム業界がどうなってるかっていうと、まずですね、右上にファイナルファンタジーがドーンといまして、左上にドラゴンクエストがドーンといます。大体これで日本 のゲーム業界の半分ぐらいが占められてるんですけども、これに対してアトラスさんなどのゲームはどこに位置するかというと、こんな感じですね。真ん中下側にペルソナですね。で、右下にちょっと隠れて竜が見えてます。で、左下の方にダンガンロンパがあって、ダンガンロンパとペルソナは僕の中ではちょっと市場がかぶってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、他社さんなんで、どうでもいいかというふうに考えています。で、そこでですね、僕が作ってるニーヤっていうゲームがこの日本のゲーム業界の中のどこにいるかっていうのを説明させていただきますと、このちっちゃいところ、これがニーヤ、僕が作ってるゲームなんですけれども、スクエニさんの巨大なタイトルとアトラスさんの素晴らしいタイトルの隙間でなんとか細々と生きてるっていう、これが今の現状なんですね。で、これに対して今回アトラスさんが発表された新規 RPG ファンタジー RPG プロジェクトっていうのが何を起こすかっていうと、こんな感じでアトラスさんが持ったペルソナの部分がぐわっとファンタジーに寄ってきちゃう。で、ペルソナの部分がファンタジーに寄ってきちゃうとどうなるかっていうと、ニーヤがこういうふうに死んじゃうんですよ。ポンと。で、死んじゃうとまずいんで、僕らとしてはちょっとなんとか生き延びないといけない。じゃあペルソナがファンタジーの方に寄ってきたら僕らはそっち側に行けばいいんじゃないかということで、僕らニーヤは今度から学園ものを作ろうかなというふうにちょっと思ったんですね。で、そのことをアトラスさんに話したところ、アトラスさんとしては新規 RPG プロジェクトはファンタジー RPG はファンタジー RPG として作るとして、ペルソナペルソナでまだまだ作り続けるよということをおっしゃったんです。ってことは何が起きるかというと、こんな感じで逃げた先でもニーヤは死ぬという、どっち行っても死ぬっていう図になるんですね。で、僕が皆さんにお伝えしたいことは、今回 のアトラスさんの新規ファンタジー RPG プロジェクトについては考え直してほしい、こちらの方を強く皆さんにお願いしたいと、アトラスファンの方は今回ファンタジー RPG プロジェクトについては諦めてほしいというふうに思ってます。で、最後に自分が作ってるニーヤオートマタというゲームが来年の2月23日に発売しますので、皆さんよろしくお願いします。それではさようなら。ご覧いただいた映像は、まだメタファーがプロジェクトリファンタジーというプロジェクト名やコンセプトしか発表されていなかった頃に横尾さんからいただいた応援メッセージです。あれから7年、横尾さんのニーヤオートマタも発売されアニメ化もされました。いやー、時が経つのは早いですね。それではプロジェクトリファンタジー改めメタファーリファンタジーを実際に体験する横尾さんの様子をレポートしたいと思います。行ってきます。
さん、横尾さん、横尾さん、横尾さん、ガムテープ、拘束されてる。なにこれ、怖。はい、カットカットカット。ダメだよ、メタハはね、もう名作なんだから。もっとね、面白そうに、そう、ファンタジオを感じたんだよね。ファンタジオ、ぜひ。ファンタジオって、っていうか、横尾さん、あ、久しぶりです、横尾太郎です。横尾さん、はい、え、じゃあこっちの横尾さんは何ですか。道端で拾ってきたアトラスの社員さんです。横尾さん、お久しぶりです。お久しぶりです。アトラスの宣伝部さんからの指令で7年前の伏線を回収しに行きました。あのアトラスファンの方が見てると思うんで、はい、あの強く言っておきたいんですけど、はい、これあのメタファーリーファンタジオもそうなんですけど、アトラス全然関係ないんですよ。赤の他人です。俺いつもこのコンビでなぜかやらせていただいてるんですよね。そうですね、あの僕これ今マスクで出てるんです。これあのニーヤっていうゲームのキャラクターなんですけど、はい、これスクエアエニックスさんのタイトルで、はい、あの前回のインタビューの時とか、なんかスクエニの会議室にアトラスの宣伝部さんが来られて相当肝が据わってんなって俺思いましたけど、まあ、とにかく僕関係ないんですけど、はい、呼ばれてここに来ました。あのすごいこのタイミングで言いづらいんですけど、横尾さん、はい、今回私はあのメタファーに関係あります。え、なんかどういうことですか。なんかこうあの資金を投入してるとかそういうことですか。委員会とかではないんですけど、私あの リナという役で今回は出演させていただいてまして、前回のようにあお互い関係ないのになんかね、あのインタビューすいませんねみたいな感じじゃなくなっちゃったんですけど、よろしくお願いします。え、あの前回のつながりで声優さんのお仕事を新たに増やしたってことですか。メタファーの。あ、なんか そうですね。俺に来てないですよ、そのオファー。横尾さんもご出演されたい。いや、俺全然やりますよ、はい、あの主人公なんかちょっとあの髪の青っぽい子、はいはい、あれとか全然やりますから。メタファーリファンタジオをいち早くあのプレイしていただいた感想をお願いいたします。体験版をプレイさせていただいたんですけど、ちょうどその時に今後ろに貼られてるポスターがですね、ベリベリベリって剥がれてきて、すごい不吉だなと思いました。もうこれは何か良くないことが起きるぞっていう、そういう予兆を感じましたけど、ここから S バグとかが今多分カメラに映ってないんですけれど、これは上の方めちゃめちゃ強固に今あの養生テープで貼られてるんで、もう剥がれてこないと思います。でプレイさせていただいた感想なんですけれど、はい、すごいゲーム作ってて気になるのが UI がすごい手が込んでて、はいはいはい、またおしゃれですよね。そうですよね、はい、なんか失禁しそうになりました。あんまおしゃれすぎて失禁しそうになるんですけど、それ以外ももうあの全てがなんかあのブラッシュアップされてるっていうか、コマンドバトル RPG なんですけど、アクションの部分の要素も結構増えてて、はいはいはい、なんかその新しい世代のゲームのプレイを遊ばせていただいてるなっていう感じがすごくしましたね。けれど正直お金かかってるなと思いながらプレイしてましたけどね。はい、ありがとうございます。続いての質問なんですが、あ、ちょっと待ってください。僕はあのちょっと思ったことがあるんですよ。はい、何ですか。アトラスさんすごいこれ呼んでますけど、俺別に、うん、あの特にお金もらってるわけでもなくて、そうですね、なんかすごいただ単に来たおじさんっていう形なんですけど、もうあの無駄なことはしたくないんで、はい、ここで俺宣伝を入れます。あ、ぜひそれは入れていきましょう。はい、アトラスのファンに向けて、はい、あのスクエニの RPG の宣伝をするっていうことをやります。はい、ニーヤオートマタっていうゲームを出しました。スイッチ版も出てますね。皆さんぜひ遊んでください。はい、今あの編集さんテロップを入れてください。はい、いや、ちっちゃい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 、大きい動き大きい動き大きい大きい、はい、はい、戻して戻して、空気を、はい、それはい、それそれで、はい、 OK です。はい、というわけでニーヤオートマタっていうゲームをあのリリースしてるんで、ぜひ知らない方は遊んでみてください。お願いします。では続いての質問に入らせていただきますが、メタファーリファンタジオのチャレンジについていかがですか。最初に伺ってたのが、このメタファーがアトラスが原点回帰して王道かつ新たなファンタジー RPG っていう風に語ってるんですけど、率直な感想を言うと、はい、これが王道なんだって俺思いましたけど、なんかいろんなところがいきなり歪んでて、さすがアトラスさん風味だなっていう、そういう意味でも、うん、アトラスさんファンの王道は普通の人類の王道ではないんだなっていうことを痛感したあの体験版でしたね。オールドなっていうかクラシック的なファンタジーだと私も思っていたので、はい、意外とあのプレイしてみると、あ、今までのアトラスさんのなんか血というかは脈々と感じるなみたいな、そういう感じではありましたよね。そうですね、特に俺あのボスとかの気持ち悪さが突き抜けてるなと思ってて、はい、これをデザインした人とはあんまりいい友達になれないなっていうそういう嘘です、あの友達になれると思いますけど、
そのぐらいインパクトのあるボスでした。ぜひあの皆さん体験版とかで見ていただきたいですけど、本当にあのなんか言葉を失う感じのボスですね。そうですね、もともとヒエロニムスボスっていう中世の画家 のデザインを流用って言い方悪いなイメージパクってきたってことですか？いやいやインスパイアを受けて、はい、そういうボスなんですけれども、はい、でも横尾さんの申し訳ないですけどニーヤのボスもかなり、いやもうちょっと心外です。こんだけこんな恐ろしいボスをデザインした気持ちにはなってない。いやいやいやそうですかね、はい、なんかうわーエグいキャラクター出てきたわって毎回思いますけどニーヤも、まあ、というわけで人の作ったゲームのボスは気持ち悪く見えるというお話でしたけれども、はい、ここでまた新しく宣伝を入れます。あ、はい、先ほどお話ししたニーヤオートマタというゲームのアニメをまだ放送中なので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。はい、テロップ出してください、はい、よろしくお願いしますでは続いての質問に行きたいと思います。メタファーリファンタジオに期待もしくは警戒しておきたいことなんかありましたらぜひ教えてください。これ台本に警戒したいことっていうことが書いてある時点でアトラスさんの宣伝もさ歪んでるなと思うんですけどそのアトラスでもないしメタファーのクリエイターでもない人間を呼んで何を警戒してますかってこの質問がもうイカれてると思いますね。はい、なんですかね。もうあらゆることを警戒してるんですけれども、でも今回プレイして思ったのはやっぱりあのニーヤとは違う製品だなっていうアトラスさんテイストがより強固に出てるっていう感じでしたね。最初王道っていう本当に先ほどの話でいわゆるそのストレートのファンタジーに近づいてくるのかなと思いきや、より一層なんかペルソナとかあのメガテンとかのテイストが色濃く出てるようなそういうニュアンスが受けましたので、普通に僕製品版をプレイするのが楽しみになりました。はい、アトラスさんはアトラス風味こそが王道であるってことをこれから打ち出していきたいそれは何ですか、あの人間の価値観を塗り替えていこうっていう邪悪な計画ですか？歴史すらもファンタジーとはこうだったんだっていう、あの100年後とかアトラスファンの価値観で世界が塗りつぶされたらもうこの世は終わりだと思いますすごい呪われた世界だと思いますはい、ありがとうございます。いやこれ まだ宣伝いる、ちょ宣伝さすがにすることなくなってきたんですけど、ま、先ほどお話したリーヤオートバッタのアニメ、そちらの方のエンディングのテーマをですね僕が作詞して、岡部さんというですね あのお金にかめついコンポーザーが作曲してる、はい、あのサントラが、はい、ジェムズカンパニーっていうスクエニ あのグループが歌ってる CD ぜひご購入いただいて聴いていただければなと思います。先ほどから横尾さん割となんかアトラスさんってイカれてるぜみたいなあの印象を言われているような気がするんですが、ぶっちゃけどういった印象をお持ちなんですか、アトラスさんには。ディレクターの橋野さん、はいはいはい、何回かお話とかご飯とか食べさせていただいて、はい、いろんなあのまあ、対談とかもあって話を伺ってるんですけど、ものすごいちゃんとされてる方なんですよ。でゲームは何かしら世界を良くしなければならないという、うん、そういうポリシーをすごくあのお持ちのようで、そういうことを熱く語られるんですけれど、それで作ってくるボスがこの気持ち悪さかっていうところとアンビバレンツな感じが、その二面性が橋野さんっぽいっていうかアトラスっぽいっていうか、はいはい、メタファーっぽいなと思いましたね。あ、そんなところまで橋野さん考えてらっしゃるんだみたいな、深いところを考えすぎてなんかちょっと袋小路になってらっしゃるところもちょっとお見受けするので。え、今の橋野さん批判ですか？いや違います違います違うだ違います、そんなことはないです、ね、声優をやらせていただきながら橋野さん批判になってそりゃできないですよね。そんなことないです。そんなことない、素晴らしい、本当にあの、はい、お考えをお持ちの何も出てこなくなってしまいましたいやもうさらに宣伝を重ねようかと思ったんですけど、はい、これあの宣伝も特にすることがないんで、テロップで橋野さん頑張れて出してください、はい、あ、じゃあついでに私も便乗して橋野さん頑張ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますペルソナスタッフ以外のクリエイターさんについてちょっとお伺いしたいんですけど、ニーヤの甲田さんとかも今回参加されているということなんですが、ニーヤオートマタでコンセプトアート、はい、全体的なアートのイメージを作ってくださっているのが甲田さんなんですけれども、はい、まあ、オートマタでは甲田さんにすごくお世話になって、その後甲田さんなんかすごいブレイクされて、はい、いろんな作品に参加されてるんですよ、ね、で今回 あのメタファーでもその多分アートを描かれてると思うんですけど、はい、あの僕はそういう甲田さん見るために裏切り者でみたいな気持ちで普通にギギギって顔してマウスをビシビシ言わせてます、ね、あ、はい、なんかそれ嬉しいですね、なんか横尾さんがギギギギギってなっている裏切り者なっている背景がこれかって思いながら遊べるっていう、いやなんか甲田さんもそうだし、岡部さんとかもオートマタがヒットしたことで別のお仕事とかに呼ばれたりしてるんですけど、俺呼ばれないんですよ、ね、なんかそのなんだろう、これ人徳のなさか分かんないですけど、なぜ俺に声がかからないと思いながら、いやでもこうして今この場でこれは無料だから
7年前なんですが、メタファーが発売すると新谷は死を迎えるっておっしゃってたんですが、7年経った今どうでしょうか、そのお気持ちというのは。さすがに7年って結構な時間が経ってるので。そうですよね。もうなんか別に新谷オットバッタが死を迎えてもうそんな痛くないなっていう。もうだいぶ前、もうそろそろ10年ですよ。10年前のものってもうなんか思い出だから、なんかその思い出を滅ぼされるってこともないし、メタファーが新しく出てきてなんかその素晴らしいゲームでいいなっていう気持ちでいます。もし今後なんかどなたとお仕事することがあって、その時にまたこのアトラスさんのゲームがぶつかってこないことを祈るばかりです。あ、なるほど、はい。この質問の次の質問に書いてあるんですね、横尾さんの次回作はって、はいはい、でもこんなの普通に答えられるわけないじゃないですか。だけどいや答えます、俺ちゃんと、はい、俺の次回作はメタファーリーファンタジオ2、そちらのディレクター&シナリオ横尾太郎がやります。皆さんよろしくお願いします。これがね振りでしたねみたいなことになるといいですね。今後ろのポスターにいるあのキャラクターいるじゃないですか、はい、そいつらが全員槍に刺されて血まみれになってるシーンからスタートします。ご期待ください。わー、いっそうか、はい。ほらもうアトラスファンがなんでこいつ呼んだみたいな顔で今動画見てます。それでは最後にメタファーリファンタジオの発売を心待ちにしている皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。メタファーはもう素晴らしい作品なんですよね。ただ発売まであとしばらく時間があるんです。その間にニーヤオートマタ、ニーヤオートマタ、ニーヤオートマタのゲームとアニメを見る時間は十分あります。なのでぜひそちらを楽しんでいただければと思います。でもニーヤこんなに宣伝はしてますけれど、まあ、横尾さんの顔が7年前よりやっぱり綺麗に整形された感じになってますので、そうなんですよ、売れたからじゃないかなと思ってたんですけど、ニーヤがおかげさまで販売が売れまして、はい、顔がちょっと綺麗にバージョンアップしたんですよね。この顔をより綺麗にするためにも皆さんにはこれからも遊んでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メタファーリファンタジオは2024年10月11日金曜日発売予定です。横尾さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは視聴者の皆さんも最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。さようなら。